復活祭、久尾縦覧1。2時半に食堂部が終わると、街灯置き場と交換台に当番を置いてレジスターやルームメイドがレーションに行く。客室からクラペーもならず長売来る客もなく、ラウンジに外来が2、3人残る他4時ぐらいまでの間、社交部と言っているあたりがひっそりする。8時から昼食までの伝票を分けて室別になったファイルへ放り込むと、 鶴代の今日のお勤めはおしまいになった。電車でフラットへ寝に帰る気もしない。脇間のトいイ子で一時頭をかすませていると、川田がふらりとフロントへ入ってきた。何があるのか、今日は珍しくきちんとドレスアップしている。アメリカの西部ではこれがイブニングになっているというグレーのジャケットにタキシード用のトルーザスの組み合わせで、襟に黄色いミモザの花をつけている。 いらっしゃいぐらい言わないのかい。いらっしゃい。おかしなところに座り込んでいるよ。ラウンジへでも行こうか。ここでいいじゃありませんか。どこだって同じよ。タバコを買い忘れた。一つ分けてもらおうかな。その辺にこないだのアーケディアが残っているはずよ。その辺って、どの辺だ。まあ少し立ちなさい。デスクの引き出ししだったかな。覚えていないわ。 自分が吸うものなら自分で探せばいいでしょう。これは神経衰弱だよ。君のマザーも動きたがらなかったが、こんなではなかった。川田は丁場へ入ってアーケディアの釜を探してくると、隣の椅子にかけてパイプを吹かし始めた。歳のせいで喉の皮膚がたるみ、酒焼けなのか塩焼けなのか、首が巣王でも塗ったように赤いので、その辺が七面鳥の喉袋みたいに見える。 ごつい折り襟の作業服を着て、赤と白の水先機を立てたハーバーセクションのボイラーの見好しに立ち、頭から塩返しを浴びながら沖へ出ていく時の川田は簡単明瞭ないい親父だが、きちんとドレスアップしたりすると、爆打打ちのスポーテーな調子が出て、別な感じの人間になってしまう。今日はシフトだから体が空いたんだね。そう。これから寝に帰るところ。 こんないい陽気にフラットへ寝に帰る。そうくすんでいちゃしょうがないな。洒落たフロックでも着てアメリカンクラブへ押し出すようなパーレーはいないのかね。鳥の羽をむしって歩かせたような、あのきょとんとしたいい男はどうした。どうしたかしら。知らないわ。ユーのマザーも惚れるってことをしない人だった。古代ビナみたいな立派な顔で、真面目すぎるもんだから周りがき苦労だった。 優がまたそうだ。顔も気性も、欲もまあ似たもんだと感心することがあるよ。母に似たいと思ったこともないけど、しょうがないでしょう。あたしってこんな娘なんだから。それはそうだが、西洋の偉い人が言ってるわ。恋愛だの、野心だの、そんなものは勢力をすり減らして命を縮めるから、長生きをしたいと思ったら欲を出さないことだって。 人間の命も金と同じようなもんで、いろいろな釣り合いで成り立っているものなんだから、命だけを溜め込むなんてのも馬鹿げた話じゃないかね。第一そんなことはユウぐらいの年の娘の言うことじゃない。色恋の赤を舐め尽くした奴が言うことだ。ともかく難しい人に違いない。この頃の娘の気持ちはミーにはわからない。ユウのマザーなら、 まだしもいくらか手がかりがあったが、鶴代は14の年、母に呼び寄せられてアメリカへ行った。田舎の祖母のところで大きくなり、移民局の食堂で初めて母という人の顔を見たわけだった。その頃川田純平はサンフランシスコの日本人街で、三笠という格好店をやっていたが、ニューヨークへ立つ日まで二人でその世話になった。 狭い街の両側に寿司、蕎麦、お座敷天ぷら、おでんと、こんなにまでと呆れるほど食べ物屋ばかりが並び、街幅だけの自動車の列がクラークソンや豪敵を鳴らしながら、朝から夜中まで黒い流れのように切れ目もなく動いている。土地の日本人は英語混じりの投げやりな日本語で喧嘩でもしているように話し、落ち着きなどはどこを見てもない。情けない帳もあるものだと、 鶴代はその時からアメリカの生活が嫌いになった。ニューヨークの法人会は外交官や銀行関係を代表する一派と、店員やコアキンドなどの一派、下宿や宗教団体、学生クラブを中心とする一派と三つのサークルに分かれているが、その他に在留法人名簿に名が載っていないサード組と言われている組がある。西部から中西部を経て東部に流れ込んだ、 博打打ち、ポンサーなどのスポーテー、脱走船員、密入国者、密会行商人といった、日本の夢も見ない連中だけが作っている大きなサークルで、ほとんど皆大三階に住み、法人のクラブなどには絶対に顔を出さない。鶴代の母の店も大三階の真ん中にあった。おばら登場のテリトリーで、3階のホールが飛ばになり、 手の指に爪のない本職の博打打ちがいつも七八人いて客を待っていた。鶴代がアメリカへ着いたばかりの時、爪のない河田の手を不審な思いで眺めていたが、カルタを扱う指先が鋭敏になるように、爪を剥いでしまうのだと聞き、ハウスとかナムバーとか言われる小原や岩根のような人までそうだったので、つまるところ河田も博打打ちなんだと後で納得した。 三年後に母が死んで、鶴代とアメリカの縁が切れ、日本へ帰る支度をしていると、カレッジの学費を出してもいいと言ってくれた人があった。ニレやカエデの木立ちの向こうに、古城のような建物の見えるウェルズリー女子大学の校庭に、黒いガウンを着せた自分を置いてみて、心を弾ませたこともあったが、どうしてもこの国の生活と折り合えぬものがあるのを感じ、 せっかくの申し出を断って日本へ帰ってきた。川田は開戦直前の11月、エレベーター付き5回見の、三笠を、食器、家具一式、犬きのままただの2500ドルでさらりと売り渡し、最後の竜田丸でさっさと日本へ帰ってきた。戦争中は暁兵団の運用長をやり、終戦後は占領軍のパイロットになって小さなフラットとジープをもらい、 ホテルの裏口から従業員の食堂へ入り込んでレーションの夕食をするほか、一日中、ランチか入港船の上で暮らしていた。バクト時代は大変なものだったらしいが、ミカサを始めるとその方はピタリとやめ、カルタの端にも触らなかったそうで、顔もカボチャ親父のようなおどけた顔つきになり、昔を思い出させるようなものは何もなかった。アメリカのことにはどちらも触れず、 鶴代の母の話が出たことは今までただの一度もなかったが、今日はいつもの川田と違っていた。優がマザーとシスコへ来たのは、あれは何年だったろう。面白いと言えば面白い時代だった。鶴代は川田の横顔をじろじろ眺めながら、本国のナイトクラブや入港線のサロンスタジオでこの頃ポーカーの大きな勝負があるというのは、案外、川田あたりがキーパーをしているのではないか、 爆地打ちが見なりに来るのは仕事にかかっている証拠で、川田もやはり仇になりきれず、昔の記事を出し始めたのではないかと思った。川さん、今日は盛んに U のマザーが出るわね。どうしたのどうしたってのは。昔が懐かしくなるのは危険な兆候だわ。また始めてるんじゃないでしょうね。バカなことを言ってる。ドレスアップして一体どこへ押し出すつもりなの そんなミモザの花、捨てちゃいなさい。捨てたって構わないが、まあもう少しこうしておこう。イースターのお祝いに、オフィスの小さな女の子がつけてくれたんだから。なるほど今日は復活祭だった。白梁今後、エジプト、ギリシャなどから来ているまだ日本が珍しいバイヤーたちは、復活祭の休暇を作って、昨日、京都見物に立っていった。 もう何年となく思い出しもしなかったが、復活祭のニューヨークの騒ぎが目に浮かぶ。第三害の日本人までがライラックやミモザの花をつけてウキウキしていた。今日は復活祭だったわね。こんなところでもっさりしていないで、早くパーティーへいらっしゃい。そんなものがあるなら、まっすぐそっちへ行くよ。じゃ、ドレスアップして、あたしのところへ来てくれたってわけなの。 ラウンジでユウの顔を見ながら、コクテールでもやろうと思って。ぜひとも復活祭のお祝いをしなければならないって義理はないが。わびしいことを言うわね、川さん。じゃ、どこかへ遊びに行きましょうか。え、そうかい。そう言いたかったんだが、ユウは難しい人だから。面白く遊べそうなところあって。そうだな、あそこはどうだろう。昨夜、 プレジデントラインのウィールソン号が復興で入港した。いい美容室もあるし、百貨店みたいなものもある。復活祭のダンスパーティーがあるって言ってた。美容室へ行って、飯を食って、ダンスをするというのはどうだい。二。岸壁の端から車止めの柵のそばまでセダンやジープがずらりと並び、幻想からもタンデムキャビンの窓からも明ーかと明かりが漏れて、 劇場の大玄関のような賑やかな感じだった。鶴代は借り物のフロックがさっきほど気にかからなくなり、三枚重ねの薄いクリーム色のタフタのペティコートの上に、もう一つ同じ色のパーティードレスを重ね、足首まである裾をゆったりと波打たせ、川田に腕を取られながらギャング上を登っていくのは十分に楽しかった。バールームの続きが広いダンシング室になっていて、 その周りとギャレリーのようになった中二階に、色ろうそくの食材を置いた翔宅がたくまぬ息を見せてアトランドムに置かれ、酔っ払いが口ずさむワルツのモチーフのような物追い曲で、二十組ばかりの客がダンスをしていた。男と女の組が天井から糸で吊るされた総人形さながらに、死んだようなメロディーに連れて千鳥足でよろけ回り、男と女が重なり合ってぐったりと床にしゃがみ込んだと思うと、 起きき上がってまたノノロロと歩き出す。魂の抜けた人間の抜け殻が散歩しているような地方的なダンスだった。これは何というダンスなのソムビーだよ。アメリカで戦前に流行ったワルツのニュースタイルだがあんなものどうだっていい。こっちはこっちだ。川田に腕を取られながら赤いネオンサインのついた隣のバールームへ行くと。 仕立てのいいカッタウェイをきちんと着込んだ50歳ぐらいの男がコントワールに持たれ、チーズから切り出したような上品な横顔をこちらに見せてひっそりとグラスを含んでいた。企んでいるのかと思われるほど優雅な身のこなしで、グラスを持った手の様子の良さなどはちょっとバカバカしいくらいだった。川田はバーの賭博地で足を止めると、鶴代に顔を寄せて囁いた。登場がいる。 おばら登場さ、ゆは知っているはずだ。鶴代は胸苦しくなって、大きく息を吸い込んだ。イーストサイドの貧民窟へ滑り込んだ、第2階と60丁目が交差する角から3軒目、ブリキの看板の出たミスぼらしい3階建てで、入り口のガラス戸に手垢で汚れたレースのカーテンがかかり、入るといきなり日本式の西洋間になって、 醤油のおてんだらけのクロースをかけたテーブルがいくつか置いてある。富士山を刺繍したついたてがダムウェーターの穴を隠すためで、マントルピースの上の壁に石板釣りの王居の鷹の絵がかかり、輸出物の悪どい色をしたくたに焼きの花亀があり、薄畑へ外滋けたバランにホコリが白く溜まっていたのがはっきりと印象に残っている。そういうわびしい風景の中に、 ミナリだけはいい本職の博打打ちが七八人、退屈そうにテーブルに頬杖をついて客を待っている。小原登場もその中にいた。母に肩を押されながらホールへ入ると、小原がすらりと椅子から立ってきて。よう、来たね。と言いながら、ぞっとするような美しい手を差し出した。友達と手を引き合ったことは幾度もあるが、握手というものはこれが初めてだった。 貝つぶりのいる沼のそばで育った12歳の少女には、他人の手は、心安くも親しげにも、そうや々と握れるものではなかった。オバラの手は美しすぎ、鶴代の手よりはるかに白かった。差し出された手は宙に浮いたまま、いつまでも鶴代の手を待っている。握らないわけにもいかないので、温かいほっそりした手を鶴代はめまいがするような気持ちで握った。 小原は、なるほど握手とはこんな風にするものかと、田舎育ちの少女にも即座に納得がいくような心のこもった仕方で、十二度強く握ると。よく来たねえ、大変だったろう。なんと言ったってこの歳じゃ。と、何は武士の裏かれ声で言った。鶴代は小原の顔を見つめたまま、返事をしなかった。鶴代はニューヨークまでの記者の中で、当然、 父の話が出るものと期待していたが、母は忘れたのか、とうとうそのことには触れなかった。後で笑い話になったが、退屈そうな顔で座り込んでいる爆打打ちの中から、一人だけ立ってきて握手をしてくれた、あのお原という男がつまり父なのだと、固く思い込んでいた時期があった。父でないことが分かってからも、 初めて握手というものをした小原の印象は薄れずに長く心に残っていた。その頃の小原は、プリンストン大学卒業という触れ込みで上品な英語を操る不思議な男だった。いくらか長目な、形のいい細表にすんなりと伸びた口ひげがよく似合い、プレスの効いたカッタウェイに灰色の山高棒をかぶり、 マロッコの杖を抱えて入ってくるところなどは大学教授とでも言いたいようなじつぎな見かけで、ちょっとした身振りの中にも何か謎のような美しさがあった。日本へ帰ってからも、時々何かのついでに小原の噂を聞くことがあった。あの頃は田舎からニューヨークへ出てくる法人のお百勝を相手にするありふれた博地打ちでしかなかったが、10年ほどの間に下町一帯にテリトリーを広げ、 アリードラガンと肩を並べるほどの顔役になり上がってしまった。川田の話ではハイブラウのナイトクラブをマンハッタンだけでも5つも持ち、第3回へ持ち込まれる脱税ウイスキーは1箱についていくらという部合をとり、ほんの上っ面の財産だけでも500万ドルを下るまいということだった。川田はサンフランシスコやロサンジェルスを地盤にして西部の小原に張り合っていた昔の行きさつがあるので、 ああ見えても内実は大したものではないなどと軽く言っているけれども、評判通り生中な日本人などは寄り付きもできないような存在になっているのは事実らしかった。しかしそれも開戦前までのことで、戦争が始まると同時にどこかへ深く沈み込んでしまい、交換戦や引上げ戦で帰った法人に聞いてみても、小原の消息に通じているものは一人もなかった。 おはらは死んだのだろうと取り沙汰されていたので、この開口は意外だった。おはらはグラスを置いてタンブラーの水を一口飲むと、目に染みるような白いハンケチで唇を拭き、管轄な足取りで悠然とこっちへやってきた。よう、どうしたい。おはらは川田を見て冷淡にうなずき、足を止めて鶴代の顔を眺めていたが、そのうちに何ともいいようのない深みのある笑顔になって。 鶴さんだ。こりゃ驚いた。ずいぶん久しぶりだったなあ。きしるような例のしゃがれ声で言いながら、懐かしそうに鶴代の方へ手を差し出した。歳月の力も小原には作用しなかったのだと見える。どんなに少なく数えても五十六、七にはなっているはずなのに、どこにも小地は一つなく、髪も口ひげも二十年前のように黒黒と濡れ、 唇は血の色が透けて少年のような無垢の美しさを保っている。きっちりと身についたカッタウェイは小原の商標のようなものだが、薄い卵色の両前のウエストコートに黒リボンで縁取りした英国風のトルーザース、コラオリらしい渋い幅広襟飾りという、一種不朽の風刺を作り上げていた。20年前、60丁目の惨めなホールで握手した、 これがあの時の手なのだと、鶴よはぞっとするような思いで小原の手を握った。しばらくでした。あなたはちっともお代わりにならないわね。あたしはこんなオールドミスになってしまったのに。でもこんなところでお目にかかれるなんて、本当に夢みたい。あれは確か昭和3年だった。すると優は32か。まったく夢だなあ。小原は手に物を言わせようという風に、 言葉の切れ目切れ目で鶴代の手を握りしめながら。さっきダンシング室でちらと見たとき、どうも似たような人だと思って、それこそ飛び立つような気がしたな。ここで一口やりながら考えていたんだが、実にどうも懐かしくてね、探しに行こうと思っていたところだったんだ。ミーはこの船で明日の朝アメリカへ帰るんだが、こんな狭間で言うに会おうなんて。 こんなシャフト目が出ようたアミーも思っていなかったよ。身寄りもたよりも皆死に耐えてしまって、内地にブリード、肉親、と名のつく者は。そこまで言いかけたとき、河田はじれったくなったのか。お話し中だがね、小原君、ミーたちはまだ餌についていないんだ。その辺でキリにしてもらって。小原は話さずにいた鶴代の手に気がついて、それとなく手を引きながら、 川田の方へ笑顔を向けた。飯ならミーも一緒に。いや、失敬しよう。ユーのサブスタッフ、涙物語、を聞いたってしようがないんだから。川田はにべもない口調で跳ねつけた。オバラの顔がみるみる額際まで真っ赤になった。ユーはそれをミーに言うのか。川田はとぼけた笑顔で。誰に言うもんか、オバラ登場に言ってるんだ。それがどうした 以前のような白々とした顔になると、小原は苦笑しながら。それもそうだ。じゃつるさん。とつるよの方へちょっとうなずいてみせ、舞踏室を通ってタンデムキャビンに続くギャレリーの階段をゆっくり上がっていった。み、遊び放けた後の憂鬱が体に染み通り、わけもなく飲み続けたコクテールやジンフィーズの酔いで手足が痺れ、時々ふっと夢心地になる。 空は無色になって、夜が明けかけてきたが、人気のない広い校内はまだ真っ暗で、海風で湿った岩壁が幻想から溢れ出す明かりを受けて所々で光っていた。鶴代はふらふらしながら B 甲板の方へ登っていった。非現実の姿のまま、この長い間、心の中に持ち続けていた男性のイメージは、結局小原のそれだったことが分かった。 夜が明けると小原はこの船でアメリカへ帰ってしまう。このまま別れたら、これからの日々は恐ろしく辛いものになるだろう。そんなことを考えながら小原の船室の前まで行くと、まだ起きているのだと見え、バールームのあの素晴らしい瞬間を思い出させるような、柔らかな光がほんのりと窓から漏れている。覗いてみると、小原はナイトガウンを着てベッドの端にかけ、 綴りに綴って手の施しようもない荒めのようなカッタウェイの裏絹を、そこここと引き寄せながら骨を折って閉じつけていた。鶴代は戦室の鉄の側壁に持たれて目を伏せた。小原の生活の裏にもやはり人知れぬ辛さがあるのだろう。もしそうなら、今の自分の気持ちをわかってもらえるかもしれない。愛していたなどという言葉を使わずに自分の気持ちを伝えられないものだろうか。 このドアの向こうの世界と結びつくことはできないのだろうかこの戦室へ身を投げ込むことは許されないのだろうかあの時自分は12で小原は36だった。今は32と56。おかしいことはない。この扉を開けさえすれば、どんな男のそばででも味わえないような幸福に身を任せることができる。鶴代はドアのノップに手をかけたが、 手の動きはそこで止まってしまった。との曇った冷たい朝で、風が波しぶきと一緒に顔を打った。何もかも一転瞬の夢だった。戦室の扉のノップの感触がその時のまま鶴代の手のひらに残っているのに、ウィルソン号はカモメにまつわられながら岸壁を離れようとしていた。鶴代はまだ夢から覚めず、 最後の瞬間に必ず小原が甲板へ出てくるという希望を捨てなかった。小原が甲板から手招きをしたら、川田を押しのけてギリギリのところで限定を駆け上がっていこうと待ち構えていたが、仙人の水先人が高い船橋から川田の方へ手を振っているだけで、鶴代の機体にそうようなことは何も起きなかった。岩壁とウィルソン号の間は雑物を浮かべたぞっとするような汚い海で、 鶴世の無双を断ち切るように少しずつ幅を広げ、白い泡の中で大きくへさきを回すと、プールに帰り波を打たせながらゆるゆると内房波堤の口の方へ進んでいった。飲みすぎた。今日は沖へ行くのが辛いぞ。優はどうもないか。青い顔をしているが、頭が少しぼんやりするだけ。面白かったわ。でも川さん、大変だったでしょう。カウントしてくださいね。 半分払うわ。そんなことはどうでもいい。さあこれでお祭りは済んだ。早く帰ってそのドレスを返さないと。それに言うは昼晩だろう。川田端折れて小さくなった襟のミモザの鼻を抜いて海へ捨てると、鶴代の肘を取ってジープへ押し上げた。薄小屋のかかった朝の街をジープが飛び上がるように走っていく。 百貨店の高い塔の上にある航空標識がパッと消え、ノースアメリカンの旅客便が定時に羽田のコースへ入ってきた。お祭りは済んだ。観光ホテルのデスクで働いて、何ということもなくちびちびとドルを貯めていた。ルームメイドはドルの貰いや現物給与が多いので、デスクをやめてメイドになろうかと思ったことさえある。 ドルを貯めてお原のいるアメリカへ行くつもりだったらしい。今日からはもうドルなんか貯めるのは予想。行き当たりばったりに生きていくだけ。夢や希望がなくなり、憎しみだけが増えるだろう。ホテルでは気ぐらいの高い気難しいやつだと思われているらしい。それは自分だけの夢にはまり込んでいたから。今日からは、ひねくれた、意地の悪い、 ご注文通りのオールドミスになっていくだろう。鶴代はパーティードレスの裾が浮き上がるのを手でなだめながら、ぼんやり考え込んでいた。ホテルへ帰るまでに話をつけてしまおう。5日前、ウィルソン号が横行で横浜へ入った。ミーが船で仕事をしていると、オバラの野郎がやってきて、ユーに一目合わせてくれと、こういう出し抜けな話なんだ。 合わせるも合わせないも、ホテルのデスクで働いているから、行って勝手にやったらいいだろうと言ってやった。すると小原の野郎が、それができないから頼むんだ。アメリカ産外で散々悪事を働きながら、戦争に負けたのをいい塩に大きな面をして内地へ帰るやつがあるが、ミーにはそういうことはできない。ミーのこの足で日本の土はただの一歩も踏むまいと誓いを立てている。 戦争が始まると、所在の悪因縁を断ち切って、何もかにもさらりとやめ、田舎へ引っ込んで髭剃りのモダ用紙でコーヒーを飲むような身よしみな暮らしをし、この世の欲という欲は見ななくなったつもりでいたが、肉親のオブセッション、執着、は手のつけられないもので、あれを一目見たいと思うと、もう矢も盾もない。それだけの一本槍でこうしてはるばるやってきた。他の目当ては何もない。 あれの顔を一目見さえすれば、この船ですぐアメリカへ帰る。そういうわけだから、一つ頼む。川さん、それはどういう話なの小原は,はユーのファザーだ。それでミーが言った。親子の名乗りもしないで、三十何年おっぽり出しておいて、今になって顔を見たいもあんまりいい気なもんじゃないか。オブセッションもクソもあるかときっぱり断った。 すると明けて昨日の朝、ウィルソン号が復興で上海から入ってきた。運悪くミーの当番で、証拠となしに船へ行くと、小原の野郎がまた出てきて仕切りにくどく。いろいろ線で聞いてみると、なるほどと思われる節もあるんだ。縄張りを捨ててみ一つになったというのは嘘じゃないらしい。いくらかでも金があったら、 あの洒落者がこうはしまいと思われるような確かな証拠も見た。横浜にいる二日、上海での二日、一歩もキャビンから出なかったとキャビンボーイが言っていた。言うに合うだけの一本槍でやってきたというのは本当らしい。好かない奴だが、そうまでしてきたものをと思うと、釣れないこともできない。邪魔あ釣れてきて合わしてやろう。だがあれは今、 それこそ肉親の悪因縁から離れて、落ち着いて暮らしているんだから、心を乱すようなことを言ってもらっては困るんだ。親子の名乗りなんてのも、今となっては余計なものだ。大きくなった、しばらくだったぐらいにしておいて、毛振りにも悟られるようなことはしてくれるな。これが約束できるなら骨を折ってみよう。小原は,は、もちろんそれで結構だという。それからもう一つ。 あれのマザーもそうだったが、気難しいところがあって、何か気がさすとてこでも行けなくなる。引き受けたからにはどんなことでもしてみるつもりだが、そんな船へなんか行きたくないと言ったら、これはまあ諦めてもらうよりしようがない。それでいいか。それでいい。それじゃ夕方までにここへ来るものと思っていてくれ。バールームで落ち合うことにしよう。そうすると、 小原の野郎はいきなり美容室へ飛んで行って、髪を染める。髭を染める。アイロンで顔のシワを伸ばしかねない騒ぎなんだ。これにはミーもやられた。川さん、ファザーならファザーだと、なぜ一言言ってくれなかったんです。大変なことになるところだったわ。ファザーだなんて言ったら、ユーが行くはずはないだろう。合わせたくもなし合わせたしで、ミーもおろおろしたさ。 だがあの時行きたくないと一言言ったら、悪じいせずにノーという返事を持っていくつもりだった。まあそう腹を立てないでくれ。今度ばかりはみーもとんだ辛い羽目だったんで。なんともつかぬ感動が鶴代の胸を締め付ける。子供の頃にだけあって、大人にない、例えば忘れられてしまった古い習慣のように、過去の奥深いところに隠れていた手慣れた感情。 そんなものだった。ごめんなさい、川さん。あなたに悪いことなんか何もないのよ。ただ小原がファザーだということを前に知っていたら、どんなに良かったろうと思って。何でもないのよ。ただそれだけのことなの。ともかく大変なお祭りだったわ、どちらのためにも。ホテルへ帰ると、昨夜、ここのホールでもイースターのアトホームがあったらしく、 食堂係の掃除婦が床の上に落ち散ったミモザやライラックの花を吐き寄せていた。まだ夢は続いている。これからまたコツコツとドルを貯めよう。鶴代は機嫌のいい子供のように鼻歌を歌いながら更衣室で仕事着に着替えパティドレスを抱えてフロントへ出てきた。このドレスを大急ぎでランドリーへ出して、できたら220号へ返しておいてください。 ルームメイドにドレスを渡して帳場へ入ると、信号のあった部屋へレプライをしながら川田に。今日は給食に来るんでしょう。どうもいろいろありがとう。じゃ、また今夜、と愛想よく言った。定本。久尾獣蘭全集外事、三一書房。1970、昭和45、年1月31日第一版第一釣り発行。入力。 たつき、厚生、伊藤時屋。パーティーと、パティーの混在は、そこ本通りです。2010年8月24日作成。2019年9月14日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、h <ht> t t p s w w w a o z e r a g r j p で作られました入力構成制作にあたったのはボランティアの皆さんです。